鯖江高校3年の宮田祥子選手。先月の NHK 杯で初優勝。日本体操女子の新エースとして期待が高まっています。やっとっていう感じですかね。一番去年とかから狙うつもりだった、その実力はあったはずなのに練習が足りてなかったりっていうのをすごく感じて、1年間練習してきての試合だったんで、やっとだなっていう感じでした。京都府出身の宮田選手、体操に集中できる環境を求め福井に来て3年目、日本代表になるまでに成長しました。次やっぱり戦うのはもっと強い選手っていうのも分かってるんで、今月にあるアジア選手権で、まあ、しっかりメダルであったり、やっぱりそういったところで集中して自分らしい演技を出せるように、世界戦までまだ時間もあるので、より演技を磨きをかけていければっていう感じです。まあ、まずはその日本チャンピオンっていう、まあ、看板を背負うわけですので、まあ、人間的にも全てにおいてトップアスリートになってほしいというふうには思います。この大会ではまずその団体に貢献をして、まあ、日本チームに世界選手権の出場枠、アジアで4枠ですかね、まあ、そこをまず持ち帰る、まあ、そこが一番大事なところになると思います。宮田選手は10月の世界選手権に向け、得意の床や跳馬で難易度を上げた技の習得に日々励んでいます。そんな宮田選手を追いかける後輩が、1年の楠本ひま選手。楠本選手は宮田選手と共に出場した大会で好成績を残しました。体のひねりが武器で、跳馬では優勝した宮田選手よりも高い点数を出し、高校1年生ながらトップの成績を残しました。跳馬はうまくいきました。一番は取れると思ってなかったから嬉しかった。楠本選手は大阪府出身。4歳から体操を始め、中学時代は全国準優勝の実績があります。そんな楠本選手が鯖江高校に進学した理由は、今までよりもっと上手くなりたかったのと、学校の授業とかで体操っていう授業があったり、練習環境が良かったところです。そして宮田選手の存在も大きかったといいます。宮田さんはどんな存在ですか？憧れの存在です。憧れですって？いや、嬉しいですよ。嬉しいです。10月にイギリスで開かれる世界選手権の日本代表に内定する宮田選手。そして楠本選手も今月の国内大会で上位の結果を残せば代表入りが決まります。この後種目別大会があるので、一番大きいのは平均台ですね。平均台で高得点を、まあ、これが一番近道になりますけども、種目別ポイントでの、まあ、代表入りですか、を果たしてほしいというふうに思います。宮田選手と楠本選手、お揃いの靴下を履くほどの仲良しです。靴下が右と左違うけどね。靴下として許せない。時代が宮さん買ったの？やっぱりひまちゃんが買った。もう一足は私が買って一緒のやつがあるんですけど、この前の NHK 杯の練習の時は一緒に入った。代表に楠本さんも内定して、それで一緒に。トップアスリートながらも10代ならではの友情表現です。世代交代っていうタイミングでもあり、全国的にも注目されていますので、まあ、その中で、まあ、福井県の選手、それから鯖江の名前を、まあ、全国また世界に発信できれば素晴らしいのかなというふうに思います。
体操の街鯖江が誇る2人のニューヒロイン、今後の活躍が見逃せません。はい、宮田選手は10月の世界選手権の出場がすでに決まっていますが、楠本選手も今月から始まる全日本大会の成績次第では世界選手権出場のチャンスもあるそうですね。2人が同じ世界に舞台に立つかもしれない、はい、ぜひ期待したいですね、はい。